on guitar, Barry Wetzel. Yeah. ここで、ちょっと尺八の、話はしたいと思いますけれど、最初のきっかけはハワイ大学の、民族音楽の専門の中で尺八は特別研究の形で勉強し始めたけれど、その時日本人のお坊さん、と一緒に、勉強し始めて、そして、日本に来るの目的もやっぱり尺八のもっと深く勉強したかったですけれど、よく今尺八が日本人でもがやらないのにどうして興味がなってるとかよく聞きますけれど、まず音色が非常に素晴らしいと思いましたですね、レコードで聞いて、そしてあとは穴5つしかないのにいろんな面白い音が出るのは非常に不思議ですね。まあ節は7つありますけれど非常に不思議ですね。ただ本当は、こんなに簡単な楽器があんなに面白い音ができるのは素晴らしい。そしてその上が非常に便利な楽器、例えば、背中がかゆい時が最高とかでも本当冗談なしで、独奏の曲が多いし、一人で世界中、一本で、持ち歩けば、どこでも、そういう、本当素晴らしいの日本の音楽はできるから非常に便利な楽器ですね。そして時々、まあ、こういう、和風とか、洋服も来ますけれど、仕事の話がじゃあどっちしますか、まあ、和風でも洋服から大丈夫と通じないか失礼しましたとにかく、たびたびがそういう冗談が出てきますので、すみませんですね。本当真面目の話で、日本の暗いの世界で、まあ、暗くないかもしれないけど今日はちょっと暗いですが、家元っていう、まあ、お花とかお茶どの伝統の世界でもありますから、ダジャレの家元になろうと思ってます私は。そして免状が、まあまあひどいのダジャレが出せば1段2段とか最高のまずいのダジャレが言い出すと50段です。いろいろ失礼します。最後の曲になりますが、スティービー・ワンダーの You Are the Sunshine of My Life やりたいと思います。その前で、尺八いろんな変な音が出てきますけれど、それどのようにやってる、まあ、時々声とドジニーがやったりそして、喉が回ったりそして声と尺八別々いろいろ、あと横八、さっき見たのはたたか八よーとか、あとちょっと失礼ですけれど逆八まあいろいろ研究してますけれどスティービー・ワンダーの曲いきましょう。Thank you.
皆様、お二人に拍手をどうぞお送りください。On guitar, Barry Wedgell, yeah. それではお二人にですね、激励の花束でございます。それでは深谷ライオンズクラブを代表されまして、